はい、どうも、こんばんちは、ウエスタン木村です。やってまいりました。後半戦というか、やってまいりましたというよりもね、最終日、もう1時間切ってます。1日ですね、1時間じゃない。1日切ってますね。ではですね、遅くなったんですけれども、もう諸事情でね、動画等々も、毎日配信ができなくて、ちょっとね、自分も残念ですけど、こればっかりはね、どうしようもない、ことだったので、まあ、久しぶりの動画となります。ではですね、参ります。いきましょう。天井分はね、しっかりとあるので、引けていけると思います。さあ、先進天井は見たくない。さあ、ミッドウェイやってきて。さあ、金が3つ。昇格はなし。素晴らしい成果ですね。昇格はありましたね。素晴らしいですね。まあ、欲しいのは、天才ですね。天才が来て欲しい。ミッドウェイやってきて。おっと、虹が来ました。ありがとうございます。さあ、お願いします。どちらでもお願い。大丈夫。素晴らしい成果ですね。私の戦場は、仕事？ねえ、仕事の話はやめない？はい、ありがとうございます。ルイズさん、先進のありがとうございます。どうして異世界にまで借金が追いかけてくるのよ。おかしいじゃん。私ってどんな世界でも借金を背負う宿命なの。はい、ありがとうございます。ルイズさん、ありがとうございました。これで、あと40連ですね。40連で来てくれればいいでしょう。これはスキップ。さあ、行きましょう。さあ、来ないですね。ああ、これは天才上がってほしい。あ金が4つで上がらないな、ちょっと厳しいですね。さあ、行きましょう。ドン、ミッドウェイやってきて。プルプル震えた。さあ、どうだ。虹は入ってないけど、天才が。さあ、天才2つお願いします。その天才にお任せあれ。素晴らしい成果ですね。あ、1つでしたね。仕事は自分の力を示すこと。はい、ありがとうございます。ブリジットさん来てくれました。ありがとうございます。つもりはないけれど、恩に仇を返すつもりもないわ。できることをやっていくから、何かあれば言いなさい。はい、ありがとうございました。いやー、よかった。都合合計140連ですね。140連で来てくれました。みなしご天井も迎えずに終わることができました。ああ、よかった本当に。まあちょっとね、個人的な不幸事がねあったんで、まあまあ今回はこれでいいとしましょう。まあね、前回というか、あのね、1周年がね、残酷すぎたので、ああ、それはね、良かったと思います。ではね、最後まで動画をご覧になっていただき、誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラサブタイ。最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。ご意見、ご感想などありましたら、コメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラサバタイ。